どうもみなさん、こんにちは、ゆうです。今回、ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。で、今回は、初代 FF のフォースダンジョンの、まあ、現在配信されているラストですかね、グルック火山に行ってみたいと思います。で、ここのボスが、まあ、マリリスで、スペシャルスコアの条件が暗闇状態と睡眠状態にすることなので、まあ、リノアにスリプル持たせて、で、あとはワッカに暗闇にするブラインバスターとブラインアタックを持っていこうかなっていう感じですかね。まあ、こんな感じでいきたいと思います。まあ、今までやってる感じでね、道中全然問題ないので、まあ、道中は飛ばしたいなと思います。なので、ボスからいきたいと思います。では、ボスまでカットします。どうぞ。はい、ということでね、ボスまで来ましたので、ボス行ってみたいと思います。まずい。危ない。ギリギリでしたね。じゃあボス行きまーす。ボスに暗闇と睡眠ですね。まあ、道中は強くないので、そんなにね。まあ、じわじわ食らうっていう感じですかね、こっちが。ケアルラしときまーす、念のため。ラウンド1突破ですね。続いてラウンド2ですね。あー、ボスが雷効かないんで、今バリー強雷打っとけばよかったですね。はい、あと1体。さあ、問題が暗闇とあと睡眠がかかるかどうかですけど、どうかな。とりあえずアーマー打っときますね。アーマーでブラインバスター全体リジェネかけておきます。でスリプル頼む。かかって、暗闇。お、かかった。よし。で、あとスリープで眠って、はい、かかりません。かかりませんね。で、スリープで寝かせてもすぐ攻撃するんで起きちゃうんですけど、ね、だから毒とかあれば便利かもしれないですね。こっちが暗闇にかかるという。さあ、どうかな、スリープが。はい、かからない。まあ、1個スペシャルスコア落としても大丈夫。マジ？きついな、暗闇は。トリプルかかれ。あと2回ですけど。かかれ！かからない！危な。暗闇が厄介ですね、めっちゃ。トニックブレイク。スリープ、ラストのスリープですね。かかるかな。最後。おー、よかった、最後かかった。まあ、すぐ起きますけどね、これで。あ、やばい。水属性って吸収されるんだっけ？雷と炎と、氷が確か吸収されるんです。で、クエイ食っときます。雷効かないので、バリーゴーライは。強い。クエイクもう一発いきまーす。
まあ相手の攻撃力はそんな強くないんでね、どうしても多分行動回数とかが減点されちゃうと思うんで、その辺が心配ですけど。ファイだ。もう攻撃しかないですね。ああ、まあ、撃っときますか。そうだ、もう暗闇にかかってるから、こっちの。やばい、セフィロスまで暗闇にかかった。これは、非常にまずい。非常にまずいよ、これは。お、倒した。よかったー。暗闇がめっちゃ厄介。ブラナとか持ってっとけばよかったですね。まあ、行動回数は多分おそらく、結構ひどいと思うんで。あ、火ダメの方がやばかったのか。でもなんとかね、下に2個取ってるんで、グッドですね。はい。マスターです。上、全部エクセント取ってたんで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、特に問題もないですね。FF、初代 FF のフォース。現段階で配信されてる一番最後ですけど。って感じですかね。で、これで FF のね、初代 FF が、フォース終わって、で、8と13も終わったので、次回が2かな ?2 かフォース1個ありましたよね。うん、ありますね。の前に、その前にリノアイベントかな、わかんないですけど、多分明日は動画アップロードできないと思うんで、ずっとね、経験の森でしたっけ?経験値でレベル上げするんで。ということで、次回が多分月曜かな、動画上げると、するのは、上げるのはね。なので、明日一日お休みいただいて、万が一ね、万が一ってか、なんか上げられるようだったら上げますけど、多分明日は上げないと思います。一応、はい。そんな感じで。まあ今、クエイクのね、精錬させたいんで、今、地のオーブが5個集まりました。ミストの洞窟で。あと1個と、あと闇のオーブ台ですね。を集めて頑張ってますって感じですかね。はい、ということで、今日もね、ここまでご視聴してくださった皆様、本当に、ありがとうございました。はい、次回はリノアイベントか、また違う動画かわかんないですけど、なんか撮っていけたらなと思います。もしね、チャンネル登録をお済みでない方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で、終わりたいと思います。以上、ゆうでした。バイバイ。